はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は復活、これだけで中学受験できます、中学受験算数基礎講座、規則性の6回目ですね。今日はね、解差数列っていうのを、そういう規則性をやってみましょう。この中学受験さくららチャンネルは、私この滝谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウを全て公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録高評価、そしてメンバーシップもお願いします。長い長い長い中学受験生活ですね。なんかね、過酷に毎日追われるように勉強している人もいるでしょう。そんな時にはね、思い切ってゆっくりお風呂に入って布団に入ってみてください。そして再生リストに飛んでみてください。聞き流しているだけで、スーッと頭の中にね、内容が入ってきて、次の日の朝には全て、頭の中に入っているなんていうね、夢のような動画に出会えるかもしれません。さあ、では早速やってみましょう。解差数列、23581２と数が並んでいます。10番目の数を求めなさい。10番7番目の数を求めなさいね。これどういうものかというと、23581２ね、どうやって増えていくか。2から31増えてます。3から52増えてます。5から83増えてます。8から124増えてます。つまり1増え、2増え、3増え、4増えって増えていくわけですよ。で、10番目っていうのは、ちょっと今日ね、ちゃんと10個やってみますね。10番目ってことは、足す1、足す2、足す3、足す4、足す5、足す6、足す7、足す8、足す9までですよね、これね。これで1、2、3、4、5、6、足す5で17、足す6で23、足す7で30、足す8で38、足す9で47ってことになるでしょ、ね、これで10番目ですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ですから、これこの2で始まって、足す1、足す2、足す3、足す4というふうにね、これね、一つずつ一つずつ足す数が増えていくんです。こういうの解差数列って言うんですけどね。これ47ですよ、ね、じゃあこれね、17番目っていう時どうするのかっていうとね、これはね、どういうことかっていうと、実はね、2で始まるでしょ、足す1でしょ、足す2でしょ、この数はこれに足す1したもの、足す2、さらに足す2したもの、足す3したもの、足す4したものってやってって、17番目だったら最後足す16したものですよ ね。でここを求めなさいですよ。そうだとすると、初めが2で、ね、あとは足す1足す2足す3足す4足す5足す6足す7足す8足す9足す16したこの数を足したものでいいわけです。だから、はじめが2で、はじめ1たす16かける、ね、16割る2。等差数列の和なんですよ。ここの数が。はじめと終わりを足して、16個をかけて割る2。そうすると、はじめが2で、17×16÷2。はじめが2で、ここ消して17×8。はじめが2で、17×8、8756、5を繰り上がって136。はじめが2で136足すと、138。だからここ138なんです。138、ね、10番目の数もちょっと戻ってみますよ。はじめが2で、1たす9かける9個かける9割る
はじめが2で 10×9 がある。はじめが2で 2+5×9。 はじめが2で 2+5×15。 はじめが2で足す45すると47になるでしょ。今日はね、この解差数列のね、仕組みっていうのをしっかり、深く理解してくれればいいんです。さあ、今度ね、2番目、24711161点点点点と数が並んでいます。10番目の数を求めなさい、20番目の数を求めなさい。さあ、2で始まって4足す2ですね。次4から7足す3ですよ。7から11足す4、11から16足す5、足す6、足す7、足す8、足す9って並んでいくわけです。じゃあ1番、10番目の数を求めなさい。10番目ってことはね、これどういう解差数列になってるかというと、はじめは足す2、はじめが2でね。で、足す2からスタートして、次は足す3、足す4、足す5、足す6、足す7、足す8、足す9。10番目ですから、これ9回足されるわけです。2から始まって1、2、3、あ、これ違うね。で、2から始まってるから、これ足す10だね。これで9個だわ。足す2から始まって足す9、足す10で終わる。ね。で、全部で9個。まあ、これはまず足してみましょう。さっきと同じようにね。足す2、4、足す3、7、足す4、11、足す5、16、足す6、22、足す7、29、足す8、37、足す9、46、足す10、56です。ね。ですから、これ、56なんですよ。20番目の数を求めなさい。じゃあね、これはどういうことかっていうと、はじめが2で、ね。はじめが2で、ね。足す2、足す3、足す4、足す5と19回、1個ずつ増えていったものを足していくわけです。とすると、さあ、足す6、足す7、足す8、ってやってっていい ?2 で始まって19番目ってことは、ね。足す20だよね。足す1で始まって19番目だったら19。足す2で始まったら20です。で、これを式にすると、はじめが2で足すことの2と20を足します。2足す20かける、これが19個続いて割る2。はじめが2で22かける19割る2。はじめが2で22をと割るにして11かける19。はじめが2で11かける19は209。はじめが2で足す209は211。さあ、20番目211となるわけです。さあ、念のためにこれね、やってみましょう。はじめが2で、ね。あと足す2、足す3、足す4、足す5と9回目。足す10までやっていく。はじめが2で、はじめの2足す10。かける9。割る2。2足す12かける9割る2は、2足す6。54。2足す54はやっぱり56になるんですよね。解差数列というのは実は等差数列の和を使うんだっていうことなんです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。